はい、続いて、ミノーと呼ばれるルアーになります。このミノーの、最大の特徴としては、ルアーの中でも見た目のシルエットが非常に小魚に近い、似てる小魚に似てるシルエットになります。さらに、ロッドワークによって、様々なアクションをするタイプのルアーになります。まずはじめは、一番オーソドックスなただ巻きですね。普通にリトリーブする、ルアーがしっかり、水を掴んでブルブルと左右に震えるスピードで動かします。ではトゥイッチングのアクションを解説していきます。まず投げて着水した時点から少しルアーを沈めます。である程度沈んだところでチョンチョンとチョンチョンと竿でパンとルアーをこう弾くように動かしていきます。最初ある程度沈ましてチョンチョン、そうするとルアーが左右にポンポンと飛びます。これもある程度のこう、感覚ですね。ある程度の感覚で最初沈めてポン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 、この時にきっちりと一定の間隔を与えて動かしていかないとルアーが左右にきれいに飛ばないので、ある程度のこう一定の間隔でポン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 と動かしていきます。これもやはりね、糸のこのたるみが重要になるんで、完全に、ピンと張った状態ではなく、若干たるみを持たせた状態から、竿を前後に動かしていく。ポン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 。でさらにこうポンポンと弾いた後ですね、弾いた後にラインをしっかりたるましてやる。ポッとポッポッとこう最後にふっと張った状態を作るのではなく、ぐーっと沈めてパンと弾いた後にしっかりこう糸がたるんでる状態を作ってやることも重要です。